今日も仕事が終わりました。イエス。今日はこれにしました。こうか。はい。チョコサイチューにしました。チョコサイチュー。チョコサイチュー。わかってますよ。わかってますよ、皆さん。チョコモナカってとも読めますね。チョコモナカです、このチョコモナカ2種類ありました。チョコがここに挟んであって、アイスクリームもチョコレートのアイスクリームのやつもあった。ダブルチョコレート、僕はバニラとチョコがちょっとだけの方がいいのでバニラの方を選んできました。井村屋です。日本ここで書いてあります。井村屋のチョコサイチューアイス。パリッパリチョコが楽しめるサイチューアイスです。値段1ドル77です。1ドル69でタックスが8セントついて1ドル77となっております。タラン。早速いただいてみます。こんな感じで半分からパキッと割れるようになってますね。はい、バニラでした。そしてチョコがパリパリっとしてるチョコレートがちょっとこの上と下にあります。いただきます。うまい。うまい。ああ、うめえや。うまいっす。僕はね、2日前ぐらいからアレルギーが始まりました。花粉とかの、ああいう鼻のアレル、この鼻水が出たりとか、目が重くなってこう、涙目になったりとか、鼻噛むと今度臭みが出るのね。そんな感じです。まあ動画では、あの鼻がズルズル出たりくしゃみするところは全部カットしますので、あの動画は全然平気だと思いますけど、始まったなぁ今年。2個目いきます。これ半分になってると2個食べた気分になるからいいかもしれない。うん、うまい。最後の一口です。それでは結果発表です。丸です。美味しかった、間違いない。また食べたいやつですね、はい、それじゃあね、みんな See you next time。 またね、バイバイ。